ムアムロブ AS91C ブックだとどっちが勝つ？に対する反応集をお送りします。戦場は宇宙空間で互いが見えないくらい離れた距離からスタート。そのままだと性能差が激しいのでニューは HWS 装備、排入、過渡基盤入にすることも可とする。F91 は映画内の性能のみで。これはいい勝負をしそうだな。アムロの負けは間違いないだろうが、いい勝負になるのも間違いないな。アムロならどういう状況でもなんとかするので最後はアムロが勝利すると思うよ。ニューの狙撃を間一髪で感知し避ける F91、フィンファンネルの連続攻撃を MEPE で叫ぶ S バーで反撃しながらニューに肉薄する F91。MEPE の残像で撹乱しながらのビームサーベルでの接近戦で高性の F91 だがアムロのトリッキーな戦い方に今日疲れ破れる、まで見えた。MEPE がアムロに通用するのか、C ブックはファンネルを見切れるのかが鍵だね。ニューと F91 程度の差だったらアムロの超絶操縦テクでひっくり返せるだろう。アムロがそんだけのもんならリガフィでも十分サザビー仕留められたよな。ニュー作る必要なかったよな。アムロクリアの妄想ぶりは性能差もなんのそのなすれだな。ニューガンダムアムロ VS91 アムロならどっちが勝つと思う？それが答えだよ。ビットに対応できなかった C ブックではアムロのような強力ニュータイプが操るフィンファンネルにはとても対応できない。F91 はファンネルに殴られて終了だ。アムロと C ブックだったらアムロの方が上だろうけど30年後の量産機ならまだしも、限界性能を追求した機体を相手にその腕の差でどうにかできるかと問われると、さすがに。ほぼ新兵な C ブックとベテランニュータイプのアムロ、機体性能は明らかに F91 の方が上だろうけど、パイロット技能の差でどこまでアムロが食い下がれるかだな。あと、いくら性能が良いって言ってもゲームと違って一発直撃もらったら終わりなんだろうし、フィンファンネルバリアで一発はベスバーも耐えられるかとか考えるとかなり良い勝負ができそう。新兵だけど F91 の限界稼働を発動させてるからな、シールド基部狙い撃ちという技能の高さも伺わせてるし。ファンネルバリアが大した防御力がないのはアルパのメガ粒子砲一発でぶち抜かれてることからよくわかる。モビルスーツのビームライフルやファンネルのメガ粒子砲程度なら防御できるだろうけどベスバークラスのビームは防げないだろう。ジェネ出力 19,830kW あるアルパのビームと F91 のしょぼいビームじゃ比べ物にならん。アルパのメガ粒子砲の出力は 19.5MW 程度。ぶっちゃけ 10.2MW のサザビーのビームショットライフルの倍程度でしかない。ビームシールドをぶち抜くベスバーの威力を過小評価しすぎ。時代は残酷なんだよ。ニューじゃちょっと勝てねえよ。C ブックがもたついてる間にアムロにサクッと撃破されるイメージしか浮かばない。機体だけで比べたら F91 が勝つだろうけど、アムロと C ブックが乗るってなると勝負はわからないな。ベスバーはビームシールド2枚貫通させるんだからファンネルバリアは普通に抜かれるべ。ニューガンダムはゲームなんかで優遇されてるから錯覚しちゃってるんだろう。主役ガンダムは、機体能力ほぼ同じで調整されてるし。アムロは相手の動きを読んで対応していくニュータイプだし戦闘経験値も高い C ブックはちょっと勘がいい程度だからニュータイプの洞察力や対応力で勝てない。機体性能差があっても実際戦闘になったらパイロットの差の方が大きくなるだろ。接近されるとニューが不利になるから、ファンネルを駆使してオールレンジ攻撃するかアムロの感知力を活かして遠距離狙撃で勝負。F91 が発撃に対応できなかったらアムロの勝ち。結局アムロだからで終始するスレになるんだよな。むしろ同意を潰してたらニューで F91 に勝てるという結論に至ってるのか聞かせてほしいもんだ。アムロのニューなら V2 にも勝てるとか思っちゃう人？ニュー本体は F91 より遅かったとしてもフィンファンネルは無人だから、人の体G限界を超えた無茶な軌道で飛んでくる。F91 がフィンファンネルのオールレンジを回避することは厳しいでしょう。125本の触手相手に頑張れたのに？そもそもテンタクラーロッドはビームガン内蔵の白兵用兵器ちょい長めの鞭、ラフレシアにかなり接近しないと、背面から射撃や十字砲火などはされない。ファンネルは自由に飛び回る無線誘導兵器だから比較対象として成立しないよ。かなり近づいた結果がカロットにベスバーぶち込んだあれでそのまま一斉射撃しようとしていたテンタクラーロッドの反応より早く包囲網から一瞬で離脱したのに。とりあえずアムロ信者が異常だというのはよくわかるな。何が何でも絶対にアムロが勝たなきゃ気が済まないのか。誰も機体性能でニューが F91 に勝つなんて言ってる人はいない。
ただアムロが乗れば優れたパイロット技量とニュータイプ能力で総合的にはシーブックが乗る F91 を上回るんじゃないかと言っているだけ。技術が30年違う上に金もニューより F91 のがかかってそう。ニューガンダムアムロ VS F91 学徒兵ならともかくシーブックも天才ニュータイプだし、R30 スカイライン天才ベテラン VS グティアール天才新人でサーキット勝負するようなもの、ニューガンダムに勝ち目なし。シーブックが天才？それはトミノのシーブック像と正反対な最も外れた意見だな。トミノ曰くちょっと勘のいい程度でしかない能力の普通の少年だよ。天才設定なんてとんでもないね。約数週間で当時の最高峰の最大稼働モードを発動可能にさせる上、ラフレシアのようなモビルアーマーを実質短期で落とせるシーブックはかなりの凄腕だろ。F91 が圧倒的に優れているのは認める、けれどそこまで大差がつくかな、というのが大半のアムロに肩入れする人の意見じゃないかな。ニューの攻撃を F91 が走行で無効化するというなら全く勝ち目はないが、そうではないんだろう？火縄銃とアサルトライフルの優劣ははっきりとしているけど、先に発見されて撃たれればアサルトライフルが負けることもある、パイロット込みの勝負ってのはそういう話だろうに。リガビで手抜きサザビー落とせなかった以上 F91 に勝てるとは思えん。V2 ガンダムウッソ VS F91 シーブック、これで F91 が勝てると思う？ニューが F91 に勝てるっていうのはこれとほとんど同じだぞ。パイロットがシーブックなんだからそりゃ勝てないわな。ところがどっこいパイロットがアムロになると勝てると思う人の方が多いのが現実。ガンブラスターオデロ VS F91 シーブックだと F91 勝てそうじゃん。ニューガンダムアムロ VS F91 シーブックはこれに近いんだと思う。というか、ビームシールドの存在忘れてないか？機体の被弾露出面積を圧倒的に減らせるんだけど、高く攻撃できるファンネル系ならまだしも F91 が静止でもしてない限り、入時期のビームライフルやバズーカはほぼ無効化されるだろ。あと、これで ABC マントでもあれば、フィンファンネル程度の火力ならほぼ無効化レベルにまで防御できて完璧なんだけどな。小型機の場合はビームシールドとその運動性能で従来機とは比較にならないほどの防御性能を誇るからね。純粋に機体としての世代差がありすぎる。アクシズショックのような説明不可能な現象に頼らない限りは F91 圧勝だろうな。実際問題、ジャベリンあたりに乗った一般兵にすら勝てる要素ないよな。さすがにそれはないとか言い出しそうだけど。まあ俺も逆車好きだしニューガンが人気なのはわかる。アムロニューガンが一般兵量産機に負けるとか考えたくないんだろうね。ラフレシアの触手かいくぐれる時点で30年前の骨董ファンネルなんか止まって見えるレベル。ファンネルバリアだってベスバーで抜けるし、一度バリアに回して破られたらガス欠になるのは劇中描写で明らか。バイコンとのリンクによる全方位近くはオールレンジ攻撃に対して異防御能力があるよな。オールレンジ攻撃のメリットである視野外からの視覚攻撃に対して、視野の視覚を消せるし。どう考えたってニューで勝てるわけねえじゃん。最大稼働モードでやられたらいくらアムロだろうと最低でもベルガ系あたり持ってこないと厳しいだろう。